今日はちょっと冷やし中華をね始めたくなったので、冷やし中華のポスターを iPad で作っていきたいと思います。こんな感じのポスターを作っていきます。で、今日使うのはアフィニティデザイナーっていうアプリです。Adobe でいうイラストレーターみたいなアプリですね。ちょっとね難しいんですけど、慣れればすごく使いやすいです。で、今日は、A4 サイズの、チラシポスターみたいなのを作っていくんですけど、キャンバス開いたら、まず最初に冷やし中華のね、さっきの画像を、このキャンバスの中に入れ込んでいきます。写真アプリをこんな感じでギュッてね、右側に立ち上げると、スライドオーバーっていう形で開かれるんですけど、その状態で、ドラッグするとこんな感じでキャンバスの中に入っていきます。でですね、今日の tips なんですけど、皆さんポスター作るとき、縦書きの文字をね、こう置くことも多いと思います。なんですけど、このアフィニティデザイナーには今縦書きの機能がないんですよね。なので、ちょっと荒技で縦書き文字を作る方法を今日は紹介していきます。で、テキストを打つときなんですけど、この左のツールバーの、A って書いてあるところがテキストのツールです。で、この A のところを長押しすると、アートテキストっていうのとフレームテキストっていう2つがあります。で、縦書きの文字を書きたいときは、このフレームテキストっていうやつを選択してください。で、フレームテキストはこんな感じでドラッグすると、テキストのフレームボックスみたいなのが出てくるんですよ。で、例えばここに文字入力すると、この枠内に文字が収まってくれます。で、例えばこのフレームを大きくしたり小さくしたりしても、この枠の中に絶対文字が収まってくれるっていうのがフレームテキストっていう機能です。で、じゃあこの文字を冷やし中華っていうのにね、変えていきます。で、今ちょっと文字がちっちゃいので、この右側にもテキストを修正するパネルみたいなのがあるので、そこで文字を大きくします。こんな感じかな。で、これ今横書きになってると思うんですけど、これを縦書きにするんですね。で、ここ注目です。今横長になっているこのフレームを縦にですね、こんな感じでキューって縮めていきます。そうすると、こんな感じで縦書きになるんですよ。これが今日の tips です。縦長にこのフレームを縮めてあげると勝手に縦書きになります。で、今ちょっとフォントがいまいちなんで、これフォント変えていきます。フォントタブのとこに行くと好きなのに変えれるんですけど、デフォルトで入ってるやつか、もしくは自分でインストールしたやつが使えますね。で、最近のアップデートなんですけど、このアフィニティデザイナーで、森沢フォントが使えるようになりましたね。森沢パスポートっていう違うアプリをね、使うんですけど、それのやり方は以前にも紹介してるので、それ、概要欄の方にリンク載っけておきます。アフィニティユーザーにとったらめちゃくちゃ朗報なので、ぜひね、森沢フォントで、デザイン作ってみてください。今回も森沢フォントを使っていきます。で、テキスト打てたんで、あとは文字の装飾だったりとか、飾りをいろいろつけていきます。基本的にはこの右側のタブで色変えたりとか、あとはアウトラインって言ってこの文字の周りに縁付けたりとかできるんで、それでいろいろ変えていきます。で、あとは図形ツールですね。この左側に図形ツールっていうのがあるんですけど、それを使ってどんどん装飾をつけていきます。ブルーのグラデーションを作ったりすると結構夏っぽい感じが出てきますね。で、あとは期間限定のところとかっていうのは赤とかで囲ってあげると目立ちます。あとは今回やってないんですけど、値段とかね、例えば590円みたいな感じで値段書くときもなんか赤とかで書くと結構目立ったりしていいと思います。はい、じゃあこれで冷やし中華完成です。今回のデザインなんですけど、もう写真配置して縦書きの文字乗っけて、あと図形ツールでちょっと装飾しただけっていうね、すごいシンプルなデザインなんですけど、まあそれっぽいポスターにはなると思います。ちょっとこういうポスターとかね、作ってみたいなっていう人はぜひ参考にしてみてください。最後レイヤーのところ見るとね、レイヤーは結構たくさんありますね。何個も図形が乗っかってたりとかするんですけど、まあこのレイヤーをですね、うまく使いこなして作ってみてください。で、今日のポイントはこの縦書きのテキストですね。フレームテキストって呼ばれるやつ。これ結構使いこなすと、いろんなポスターとか作れると思うので、ぜひね、ちょっと触ってみてください。
はい、ということで、このチュートリアル役に立ったらぜひいいねボタンと、あとは最近ね、もうめっちゃ暑いので、ほんまに熱中症だけは気をつけて皆さん過ごしてください。私も家で iPad ばっかり触ってるので、ぜひ皆さんがですね、役に立つような iPad チュートリアルバンバン上げていきたいと思います。はい、ということで、次回の動画もお楽しみに。バイバーイ。